今回は IQ を、まあ、大体測定できるフィルっていうアプリを見つけてきたんで、で、まあ、最初はめっちゃ簡単なんやけど、ちょっと待って、予想以上にある問題が、まあ、とりあえずやっていくわ。やっていきましょう、はい、実は2人実況です。はい、実はちょっと最初らへん思んないかもしれんな、これすげえ。これ多分あれできたん？ IQ1 ぐらいで、これ。いや、難しい、ずんだ。少し手応えを感じた、一瞬。あ、これ結構難しそうじゃない？ん？これどういくん？多分できんのか。あ、ちょっと待って、猿じゃん俺ら。あ、来たなこれ。難しくなるとこまでカットしようって言ってたんだけど。これ難しいな。いや無理でしょ、これ。できんのか。結構本気でできるのか。あ、これやばくね、俺らやばくねこれ。これもいけへんやろ。いや、だいたい、あ、わかった。あ、ま、マジで？マジで？わかりました。あ、わかりました。おー、わかりました。わかりました。ここだ。おー、手応え感じてきたよ。だいぶ。よし、これカットして数秒で答えれたことにする。いやー、ちょっと、天才集団ですからね、私たち。うん。ねえ。天才集団ですからね。すぐわかっちゃいますよね。なんかこれ間違えてる気がするな。初めの方で間違えてるんですか。お、マジで。あ、うん、分かったよ。これ適当にやっていけんじゃん。あー見えたー。お前手探りでやるんじゃないわ。お前、これ今10分ぐらい経ったけど、レベル1がこれなんですよ。で、多分レベルごとに 100問あって、これすごない？いや、2500問ってこと、うん、2500問あるね。逆から考えていった方が分かりやすいんかもな、これ。あー、分かりやすそう。あ、ほんまや、ほんまや。攻略法、攻略法見つけたな、これ。例えばこの面だったら、左下が、うん、まあ1回しか通れないと、で、1回しか通れないとこからスタートしたら、うん、やっぱこれめっちゃすごいぞ。こうだ。そう迷ってらっしゃる。ああ、いや、でも確かにドラのやり方、うん、うん、そうだね、うん、絶対に最後を通らないといけないとこ、うん、この場合最後が絶対左上になるから、左上から考えて。あかん、これドラの攻略をすげえわ。すごい簡単になった。面白くなさそうなゲームが出てきた。これコインで変えたらいいんだけどね、ステージが、うん、絶対レベル1クリアしないとダメっぽいから、 お金じゃ解決できないんだよね。でも暇つぶしげにはいいかもな。あー、そうだね。2500万やろ、なかなか。2500万えぐいよ、ほんとこれ。パズドラと同じ操作か。テレレ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 レやめて。コイン使わないで。あら、 IQ の差。やばいぞこれ。 IQ の差で、ね、IQ の差でできた。 IQ60 ぐらいじゃないか。いや、たまにな、ここまでないよな。たまにね、こういうなんていうんやろう、やつが普通に通るだけでは。ちゃうやん、こうやんか。そう、うん、おー、いった。いやー、もう、あー、ようやくレベル1クリアできるぞ。最後のもんや、ラスト。あ、ラスト。すんなり解いた、解いちゃった。あすんなり解いちゃった。すんなりいったー。オッケー。レベル1クリア。レベル2が出ましたよ。